今日はアドリブのことについて話そっかな。何について話そっかな。メジャー2-5 の話とか、マイナー2-5-1の話とかはちょっとやったから、2536のコード進行、これについて話そう。ハロー YouTube、今日はですね2536、つまりこれは逆循環コードというあのコード進行になるんですけども、まあちょっとこのことについて、お話ししようと思います。逆循環コードですね。これはまあどういうコード進行かというと、キーは C として考えていきます。こちら Dm7、G7、Em7、フラット5、A7 です。こういうあのコード進行ですね。これがあの逆循環コードと言います。これよく出てくるんで、まあこれね、ちょっと練習していた方がまあいいのではないかなということで、まあこの話についてね、あのやっていこうかと思います。じゃあ2536ですね。これはまあどこが2536かっていうと、これはもうだいぶ細かいことっていうか、おそこもう全部端折って言いますけど、 D ですね。 D は0ですよね。じゃあこのドレミファソラシド、星メジャーのスケールですね。これで言えば2個目ですよね。ドレレですね。次 G はソですよね。ソはドレミファソですね。5個目ですね。これ5ですね。でミ、あ、じゃあ E ですね、はドレミ3つ目ですよね。で A ですね。 A はラですよね。ドレミファソラで6ですね。6だから2536です。まあね、これもまあもうそれで2536っていうのはちょっとって、まあ、それはなるんですけど、まあ一旦ちょっとそうしときましょう。一旦もうそれはもうね、それをそのあこれが2536なーみたいな感じで持っといてもらったらいいんじゃないかなという感じですね。でこのコード進行をまあ、2536という言い方もするんですけど、逆循環コードっていう、言い方もしたりするんですよね。まあ、通称逆順っていう言い方もしたりします。このコード進行、少し詳しく話していくと、もう、これも、はぁって思うかもしれないですけど、要はですよ。二つの2-5が合体してるんですよね。C メジャーの2-5と、D マイナーの2-5ですね。これが、ちょっと合体してるみたいな。こんな感じですね。にゅーってね。はい、これね、2536になりましたね。だからまあ、前半分は C メジャーのまあ2-5ですね。でもまあ、1言ってないんですけど、まあ2-5なんですね。で、後ろは、言ったら、この、これ、リピートついてるじゃないですか。DGEA ね。リピートするこう戻ってくるわけじゃないですか。このも D に戻ってくるためのだから Dm の2-5みたいな、なんかそういうとこあるんですよ。まあ、そういうとこあるっていうか、まあそういう感じなんですよね。だからもうこうぐる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 、これリピートついてるんですけど、ぐる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 あのこう回っていくわけですよね。あの環状線みたいに、関西人は人生に一度くらいはやったことあるじゃないですか。なんか一周、なんか、ちょっと電車で寝てて一周してしまったみたいなね、ことないですか。まあ、環状線一周するのも割と楽しいもんで。まあ、それはさておき。はい。まあね、しょうもないこと言ってすいません。じゃあ、このコード進行ですが、なんでやった方がいいのかというと、まあ、それはもうシンプルにこれよく出てくるんですね。ジャズスタンダードの曲の中にも、このコード進行が出てきたりとか、あとは、まあ一番、こう、わかりやすいのは、まあ、スタンダード曲とかで、終わるときに、終わり方って、ま、いろいろあるんですけど、逆順で終わったりするっていうことも、まあ、あったりして、まあ、そんなときに、このコード進行が、まあ、使われるわけですよね。まあ、なんか、ポップスの曲とかでも、まあ、なんか使われてることはあると思うんですよね。だから、ま、これはちょっとやっといた方がいいですね。マイナー251とか、メジャー251とか、
このなんか綺麗な、もうなんていうの、4小節に2511ってなって、もうこの整った2-5っていうか、もうこういうやつって実はそんなにないんすよ。まあこのもうなんていうの、何の濁りもなくこのまま曲の中に使われてるってことは、あの、まあ、あるっちゃあるんですけど、思ってるよりないと思うんですよね。もうそう、思ってるよりないんです。思ってるかわかんないですけど。じゃあ、ま、他にどんなコード進行使われてるのかっていうと、まあ、それはま、ちょっと臨機応変にやらないといけないっていう部分はあるんですけど、まあ、そのうちの一つとして、この、あの、2536ですね。これが、ま、使われていることもあります。まあ、ちょっと、これ、ちょっと、細かく話すと、3625みたいな、あの、パターンの方が、まあ、ちょっと多かったりするんですけど、まあまあまあ、まあそういう感じですね。で、まあこれね、しずチャンネル恒例の、恒例か知らんけど、私がそれっぽいフレーズを用意しました。こちら、ドン、ダララララーン、ダラーダララ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 ラみたいなね。はい。まあ、あの、後で含んで、また。まあ、フレーズをまず、まあ、それはなぞるじゃないですか。あ、こんな感じか、みたいな。まあ、あの、音、なんていうんですか、全体で見たときに、こんな音のラインで、あの、なんか、使ってんなくらいの、もう、一字一句じゃないけど、それ別に、あの、覚えようとしなくていいんで、あ、こんな雰囲気なんやな、みたいなことを、ちょっと、あの、大まかに捉えた上で、まあ、ちょっとリズム崩して、ね、同じ音使いながらも、音の長さ、短いとことか長いとことか、こうちょっと崩したりとか、なんか、ちょっと給付入れてみたりとか、それなりになんかこう、やったりとか、で、ちょっと音足していくみたいな。まあ、前の2小節は、C メジャーのキーなんで、まあ、フレーズそのものが C メジャーのスケールの中から使われているので、まあ、音足すってなったら、まあ、C メジャーのスケールからね、やっぱちょっと1個2個くらい足してやったらいいんじゃないですかね。で、後ろは D マイナーの2-5なんで、まあ、D のハーモニックマイナースケールをね、ちょっとこう、あの、なんかこう、その音の中から、まあ、出したりして。ここの後ろに小節もう全然こう完璧にもうハーモニックマイナース、ハーモニックマイナースケールから作られたフレーズなんでね。はい、まあそんな感じでですね、吹いてみますんで、どうぞ。はい、じゃあ今からこのフレーズを吹いていこうと思います。まあ、フレーズ練習するときに一つちょっとこう注意点思い出したんですけど、じゃあなんかこうやっぱフレーズ集とかっていっぱいあるじゃないですか。じゃああれ練習したことないんですけど、まあそれはさておき、ああいうフレーズ集って、音こういうの使ったらいいよ、ばっかりじゃないですか。なんか、なんていうの、その、9割そうじゃないですか。いや、9.5 割ぐらいそうじゃないですか。でね、思うんですけど、タンキングのこと何も言ってないんですよね。ちょっとタンキングはやっぱ、ちょっと してほしいな、みたいなとこ、やっぱちょっとあって、基本的に8部のこう裏でこう入れたらいいんだけど、まあそうとも限らないんですね。これ難しいところですね。まあそんな当たり障りのないまあ当たり障りまあなんとなくそれっぽいフレーズを私今回用意しましたけど、これだってなんかタンキングこうなしで吹いたら。リズムに乗ってんなみたいな、そういうのがちょっと表現できんじゃないかな。まあ、タンキングのことについてちょっと以前撮ったやつでちょっとねもう一度あれ言ってるんですけど、まあそういうことで、このフレーズを
最初フレーズ通りにバーってやって、一応アレンジしてっていうか、リズムなんかこううんうんうんちゃらららーって行くんじゃなくて、ちょっとこうなんとなくこうあのリズムファーって変えて、音ちょっとここ短くとか、ここなんかちょっと崩して長くとか、なんかまあいろいろやったりしたりしながら、まあその後スケールの中の音をちょっと使ってこうなんかいろいろするっていうね。まあそんな感じでーす。じゃあやってみようと思います。失礼します。ジャズミュージシャンみたいなフレーズになると思います。そんな感じですね。こんな感じです。こう結構こう言ったりしてるんですけど、こうリズムにねこうやっぱはめてこうやったら、まあ、かっこよく聞こえると思うんですよね。やっぱり個人的に私はなんかリズムにはまってなかったらあんまかっこよく聞こえないこともなんかあったりするなって、まあ、感じることもありますかね。いろいろ試行錯誤して、ね、こういろいろやってみると、なんか掴めない感覚なのかなってちょっと、まあ、思ったりしますんで、ちょっと諦めずに何度も挑戦してみていただければいいんじゃないのかなと思います。では、今日はこれで終わりです。この動画が面白い役に立ったと思っていただいた方は、高評価を、チャンネル登録もよろしくね。バイバーイ。